筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは筑波大学生命環境系教授の中田勝人さんです。細胞の中にあるミトコンドリアという部分には独自の DNA があって、これが突然変異を起こすといろいろな病気を引き起こすそうです。それらの病気を総称してミトコンドリア病と言いますが、治療法はまだ見つかっていません。中田さんは治療法の研究に役立つミトコンドリア病のモデルマウスの作成に成功しました。中田さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはミトコンドリア病なんですけれども、病気の名前としてはなんとなく聞いたことあるんですけれども、どういった病気なんでしょうか？ミトコンドリアの機能不全を伴って、全身性に ATP、細胞の中のエネルギーが不足してしまった状態っていうふうに思っていただければいいんですけども、さまざまな代謝疾患として知られています。筋肉が弱くなったり、成長が遅かったり、低体重、低身長ってことですね。それとか、活動が低下してきたりとかです。そういう形で表現されてくるんですけども、その他に、癌の原因になる。ATP が減ってくることによって、その癌の原因になったりとか、糖尿病の原因になったりとか、さまざまな疾患と関連しているっていうのが、昨今言われていることですね。ミトコンドリアっていうのは、エネルギーを生み出す、細胞の部分っていうことですよね。はい。そこが、うまく働かなくなるっていうことは、全身で、なんとなく元気がなくなっちゃうということなんですね。はい。で、これがもう癌だとか糖尿病だとか、もう何でもありな感じにもうなっていくっていうことなんですか？これはすごく難しいんですけども、患者さんの研究っていうのが非常に進んでまして、患者さんの症例報告ですね、臨床の先生方の研究が非常に優れていて、そのミトコンドリアの機能不全を伴うような病気ということで、ミトコンドリア DNA の突然変異を検出したりとか、全身性の ATP 合成不全が見つかってくるとか、あと ATP の合成不全が起こってくると、実は血液中の乳酸というのが増えてくるので、そういう乳酸が増えてくるものをマーカーとして、患者さんの研究をしていきますと、どうも全身性の代謝疾患を伴うような、一般にミトコンドリア病の患者さんの組織から、ミトコンドリア DNA の突然変異とか、ATP の不全、合成不全が見つかってくる。その他に、癌細胞の中には、ミトコンドリア DNA の突然変異が蓄積したり、いたりとか、ATP 自体も、ミトコンドリアの ATP 合成も低下しているっていうこととか、あと糖尿病の患者さんからも、その、ミトコンドリア DNA の突然変異、見つかってくるっていうようなことがあって、多くの疾患にミトコンドリア DNA の変異を起点としたような、ATP 合成不全っていうのが関与しているんではなかろうかっていうような仮説が提唱されています。これは治らない病気っていうことなんですか？少なくともミトコンドリア DNA の突然変異が原因になってきますので、その突然変異をなくさない限り、感知させるってことはできないということと、ミトコンドリア DNA 自体がその細胞の中に数百とか数千コピー含まれているので、突然変異が優位に蓄積した場合に病気になるんです。したがって優位に蓄積させなければ病気にならないっていうことはできる可能性があるんですけども、優位に蓄積しちゃってしてしまった状態から治すとなると、その優位な蓄積を低下させるか、変異自体をなくすってことにしない限り完治はしないだろうというふうには想定できます。これは蓄積をこうなるべくさせないようにするためのなんか方法っていうのはあるんですか？これは非常に難しくて、突然変異が蓄積してしまったミトコンドリアっていうのは ATP 合成が低下しますので、ATP 合成が低下してしまったようなミトコンドリアっていうのを壊すようなことをしてあげるとか、ミトコンドリアの品質管理といって、ミトコンドリア特異的にオートファジーさせるとか、そういうようなことがもしできるようになってくれば、細胞内の治療としては
有望な展開にはなってくると思うんですけども、うんうん、今まさにミトコンドリアのオートファジーっていうのが研究されている時期、ところで、それをどういうふうに調節しようかとか、それをどうやって治療に役立てようかっていうことは、またこれからの課題になってくると思います。今ミトコンドリア DNA のことでお話しいただいていると思うんですけれども、普通の、私たちが思っているいわゆる DNA っていうのとミトコンドリアの DNA っていうのは全然違うものなんですか？分子としてはAGCT で作られてますので、うん、やっぱりこう同じ二重らせん構造。そうなんです、そうなんです、うん、デオキシリボヌクレイクアシドなんです、ね、ところが、うん、核ゲノムと違って人だと非常に小さくて 16.5 キロベースペアの環状なんですね。うん、環状の2本差で37種類の遺伝子しかコードしてないんです。あ、たった37個しかない。そうなんです。ないんですか。はい。じゃあ割と簡単にいろいろこう解析できそうな気がしますけれども。ここに患者さんと同じ、患者さんで見つかるような突然変異を、導入できれば、うん、非常にその遺伝子の機能もわかりますし、病態とのリンクもわかったりとか、治療法を解析するってことはできてくると思うんですけども、うん、基本的にはミトコンドリア DNA に、核 DNA と同様に突然変異を導入することができないっていう状況があって。はい、そうなんですか。はい。それはミトコンドリアのなんか構造とかに依存するんですか？そうです、まず、核 DNA ですと組み換えを起こすようなベクターがあったりとか、クリスパーキャスナインというパワフルツールがあって、うん、もう自分の好きな遺伝子の好きな位置に突然変異を導入するってことが今できるようになってきて非常に素晴らしいんですけども、同じものをミトコンドリアに応用することができない。それはミトコンドリアの中にあるミトコンドリア DNA ってのは核ゲノムと違って数百とか数千コピーあって、うん、でミトコンドリアの内膜と外膜っていう2つの膜で完全にパッケージされたミトコンドリアの内部に存在しているっていう状況があって、うんうん、でそれを組み替え起こすようなベクターもないし、クリスパーキャス9をそこに導入することができないっていうのがありますので、うん、人為的に突然変異を誘導できないっていう大問題があります。それは大問題ですね。クリスパーキャス9ってもう何でもこう DNA のことなら何でも、できちゃうのかなと思っていたんですけど、ミトコンドリア DNA は違うってことなんですね。はい。ミトコンドリアってそんなにこうがっつり同じ細胞の中ですけれども、ミトコンドリアはさらにガードが硬いっていうことなんですか？そうです、そうです。そういうふうに言ってもらえるともうまさにその通りで、はい、細胞の中のミトコンドリアって分裂したり融合したりもするし、うんうん、もうがっちり、外膜と内膜っていうのに穴も開かないっていうか、うんうん、タンパク質でいろんな輸送装置はついてるんですけども、角膜包みたいな包がないし、あと細胞分裂の時に核って一回壊れてっていうか裸になって染色体になるじゃないですか。ミトコンドリアは分裂に同調して複製したりもしないし、あ、そうなんだ。細胞の中にバクテリアがいて好き勝手やってます。そのバクテリアの中に数百とか数千コピーゲノムを持っていますっていう状況なんですね。だからもう何ともしがたいですね。一つの細胞の中にミトコンドリアだけがなんかすごく勝手なことやってる感じがしますよね。はいはい、そう思ってもらって結構だと思います多分。あ、そうなんだ。はい、それは大変なことですね。なるほど。で、今回はそのミトコンドリア病を再現するような、モデルマウスを作成されたっていうことなんですけれども、これはじゃあ普通のモデルマウスを作るのと全然違うやり方をされたっていうことなんですか？そうです、そうです。マウスの培養細胞の中に、その今回はどうしてもミトコンドリア DNA にコードされた トランスファー RNA のロイシン UUR っていう遺伝子があって、うん、実はそのミトコンドリアトランスファー RNA ロイシン UUR っていうのはミトコンドリア病の患者さんの中でもそこに突然変異を持った、患者さんって非常に多くて、うん、でミトコンドリア病の他に糖尿病ともリンクしているんではなかろうかとか、うん、代謝疾患ともリンクしているんではなかろうかっていうことが患者さんの報告から分かってきていて、でどうしてもそこに突然変異を持ったマウスを取りたいと思って十何年思ってきていて、でも自分でそこに突然変異を入れることができないので、うん、そこに突然変異のある細胞を探すことから始めて、
で、その細胞を見つけて、で、その細胞の中でその突然変異だけを濃縮して、まあ、だけを濃縮してっていうふうに言いましたけど、うん、細胞のクローニングを繰り返しながら、たまたまそれが多くなった細胞を取って、また多くなった細胞を取ってっていうのを繰り返して、で、その細胞質体をマウスの ES 細胞に導入する。ミトコンドリアごと突然変異を導入して、うん、決して僕らは分子に手をつけずに突然変異も導入することなく、たまたま見つけたようなやつを増やしてマウスの ES 細胞に入れてマウス個体に組み込んでいくっていうような方法をとって、ようやくと取れたマウスになりますね。それはものすごく気の長い話というか手間のかかるやり方ですね。そうですね。あ、そうなんだ。ということは、まあ、普通の、まあ、普通にいろんなあのモデルマウスって作られていますけれども、それとは全然違う方法だっていうことなんですね。そうです。なるほど。このマウスはどういう特徴があるんですか？このマウスは、ATP 合成を少しATP 合成が、落ちてきていて、で、大体ですね6ヶ月くらい、生後6ヶ月で高血糖が見えてきます。生後10ヶ月で、まあ、大体もう成熟してき、ますと、高血糖からその糖尿病の形に病気が悪化していって、でその時に軽度のミトコンドリア病ですね、 ATP 合成不全を発症してきていて、かつ肝機能障害が見えてくる、脂肪肝を伴う肝機能障害が見えるっていうことで、ミトコンドリア病の他に糖尿病とか肝臓の疾患というものを成長して、大人になった時に発症するっていうような新しいモデルマウスになります。結構いろんな病気持ちのマウスですね、これは。そうですね、多分調べれば調べるだけ他も出てくるんではないかと思って今も精査しているところなんですけど、もうこれがミトコンドリア DNA の異常によって起こっている病気だっていうことなんですよね。そうです、そうです。ミトコンドリア病ってなんていうか怖いですねいろんな病気が出てきちゃうっていうことなんですね。その代わりこのマウスも突然変異が 50% 以上優位に蓄積したマウスでしかこの疾患が見えませんので、ああそうなんだ。 50% 以下の、変異を持っているマウスは正常とほとんど変わらないんですね。はい、50% か。 50% っていうのは多いと考えたらいいんですか、少ないと考えたらいいんですか？いや、これはなかなか難しいまあ半分以上ですから、まあ多いんでしょうね。でも DNA が半分も変異をするっていうことは相当いろいろ変わっちゃってるっていうことですよね。そうですね、半分までは全く問題ないっていうことなので、はいはい。このミトコンドリア病っていうのは子供でも大人でもかかる、いつ発症するかわからないっていうことなんですか？その今ご説明した通りに、突然変異したミトコンドリア DNA の分子のその量っていうものが優位に蓄積している状態で発症するっていうのが特徴になります。だから生後その突然変異の蓄積率が高いお子さんですとその状況で発症しますし、でその変異率っていうのも成長とかそういう時に増えたり減ったりするっていうこともあって、まあ、増えてしまえばその優位に蓄積の状況になれば、生まれた後成長期は正常だったのに青年期とか老年期で変異率が高くなって優位に蓄積することによって発症してしまうってことは十分にあって、そういう症例報告もあります。いうことは大人になって突然調子悪いなと思ったらミトコンドリアがおかしかったっていうこともあり得るっていうことですよね。そういうことになります。これは何か健康診断とかではわからないっていうことですか？いや、これどうですかね、血中の乳酸値を見てると乳酸が上がってくるっていうのが一つの指標になりますので、健康診断だとなかなか乳酸見ませんので、体力が落ちてきたとかそういう状況の時に代謝疾患を疑われた場合には、血清性化学の検査で乳酸のが高くなってきているっていうことで診断がつく場合があります。ミトコンドリア病って、まあ、なんとなく調子悪いなと思って病院に行ってみたらっていうことだと思うんですよね。まあ、癌だとか糖尿だとかっていうのはあれかもしれませんけれども、ということは
まあ、本人は自分がミトコンドリアがおかしいとは全然思えないわけですよね。なんとなく元気が出ないなとかって思っていたらミトコンドリア病だったっていうことになるっていうことですよね。そうですね。軽度の発症状態だと多分 見過ごされてるとか、うん、他の病気として診断されているってことはあろうかと思います。ミトコンドリア DNA の突然変異を調べるっていうところまでなかなかいかないので、うんうん、それを調べたところで変異を持っているからといってじゃあ病気の原因かというと優位に蓄積しないと病気に直結しませんので、うん、変異があるだけでは確定診断にはなってこないんですよね、うんうん、はい、なかなかじゃあ普通に病院行ってもそこまではわからないということですね。はい、だと思います。中田さんはそもそもこのミトコンドリアを研究しようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？もう自分が好きで好きでミトコンドリアが好きでいるかもしれないですけど全然そんなことはなくて、もう本当に大学院を出た後にミトコンドリアと全然違う研究で骨格筋とかの発生学とか、まあ、再生とか の、うん、研究室にいたので、それで生化学をメインにやってたんで、うんうん、でそれでまあ就職を決めてたんですけど、まあ、たまたま先輩の助言等もあってというかそこに居合わせた先輩教員の言葉に翻弄されて、ミトコンドリアの研究室に、まあ、たまたま行くことになってしまったっていうのがあったんですけども、そこでやっていたその初めてミトコン、うん、世界で初めてミトコンドリア DNA にモデル、DNA の突然変異を入れたモデルマウスを作るっていうプロジェクトをやっているのを目の当たりにして、そこに参画させてもらって結構面白くて、うんうん、なかなか難しいことをやってんだなっていうのがあって、これは誰もやらないでしょって思うことだったのが結構ずっと魅力として感じていて、うん、で今まで来てしまったっていうのが本当のとこですね。この細胞の中でも非常にこう扱いの難しいというか、めんどくさそうなミトコンデリアですけれども、そこにわざわざこう突っ込んでいったっていうことですよね。そうです。本当はその時のモデル一つ取れば終わりっていうような雰囲気もなくはなかったんですけども、うん、やはりさまざまな突然変異が見えてきているし、いろんな遺伝子に突然変異入れたらば同じく ATP 合成不全にしかいかないのにいろんな病気を起こす可能性があるので、うん、糖尿病を起こすようなモデルマウスを取りたいなと思ったんです。変異を入れたマウスを取るたびに最初に調べるのは糖尿病なんですけど、全然糖尿病にならなくて、うんうん、その当時僕もまだポストがしっかりしてなかったから、やっぱりそういう変な話、有名な疾患というか患者さんの多い疾患とつながってくると、やはりインパクトファクターの高い雑誌に載るんじゃないかとか、うんうん、そういう下心があって排斥していて全然うまくいかないんですよね、そういう時ってのは。全然違くてなかなか、うん、いい論文が書けないっていう状態があったんですけども、まあ、それでもだんだん ポストにつながったりとか、インパクトファクターとは関係ないんですけども、論文も作れるようになってきて、それでなんとなく、うん、本当の面白さっていうんですかね、自分がやらなくてはいけないことはこれだっていうのが見えてきたっていうのが、うん、30代40代前半ぐらいだったですかね。はい、なるほど、ありがとうございます。では最後になりますが、このミトコンドリアの研究にかける熱い思いなどをぜひお話しいただければと思います。もうミトコンドリア DNA 突然変異を持ったモデルマウスを作れるのは今のところ我々のグループが多分メインになってきていると思うので、やっぱりこの後もさまざまな突然変異を持ったようなマウスを作っていくということと、そのマウスの今度核ゲノムを少し操作して、例えばミトコンドリアの品質管理をおかしくしたりとか、逆に品質管理を強めてやったり、違う病気が出たり治療効果が出るかとか、あとは飼育する環境を変えたりとか、炎症性の変化を与えたり逆にそれを取ってあげたりってことをすることによって、病気を悪化させたり実は回復させたりっていうようなことで、まあ、新しいモデルマウスを作るということと、治療法の、まあ、糸口というんですかね、そういうものをせっかく作ったモデルマウスですので見つけながら患者さんに届けていくような基礎研究ですねができれば最高だなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。筑波大学生命環境系教授の中田和人さんでした。
ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。音声では分かりませんが、中田さんはパッと見体育会系という感じの方で、そのせいかもともとは筋肉の研究をしようと思っていたそうです。でもミトコンドリアも筋肉に関係しているということなので、いずれ何かしらの筋肉の秘密を見つけてくれるかもしれませんね。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。